Cinema 5D at Interbe 2017 is brought to you by B&H, the professional source for all your video needs. ICANN, because we're filmmakers too. Zeiss, turning imagination into a motion picture. Manfrotto, imagine more. And Olympus OMD, revolutionary in every way.IDX の小倉です。よろしくお願いします。今日はですね、まだ開発中なんですけれども、パワーリンク、ニューパワーリンクのバッテリーの紹介をしたいと思います。このバッテリーですね、実を言うとシネマカメラ、それにジャストフィットするようなサイズにしました。なので、高さがですね、従来のバッテリーに比べると非常に高さが低くなってます。で、パワーリンクというだけあってですね、これを実を言うとこのようにリンクすることができます。最大ですね、4つまでリンクすることができます。こんな感じですね、4つまでリンクすることができます。で、リンクされたバッテリーは後ろからこのように消費されます。後ろから消費されます。したがって例えばですね、2つのバッテリーを使った場合、こちらのバッテリーがなくなったら、レリースボタンを押して、で、こう、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。レリースボタンを押して、こちらを取ります。そうすると、ショックレスでこちらのバッテリーに切り替わります。したがってカメラは動いた状態です。で、さらに新しいバッテリーを後ろにつけます。そうすると今度はこちらのバッテリーが駆動します。なのでこちらのユニットはホットスワップユニットとしてずっと起動することができます。なのでこの2つの組み合わせでやればエンドレスで実は使えるということになるわけです。で、今回のバッテリー、いろんなことを考えてるんですが、充電の時もリンクできるように考えてます。したがってこのようにですね、2チャンネル充電にこのように4個組み合わせることもできます。で、したがってここ4個4個ですから8個の充電まで可能ということになります。で、さらにですね、このバッテリー後ろにですね、普通のこのような IDX の普通のバッテリーを装着することもできます。そのことによって、まさしくこちらホットスワップユニットとして使うことができるんですね。なので、今あるバッテリーも有効に使えるということができます。さらにですね、ここのチェックボタンを押すと、つながっていて、押すとですね、どのバッテリーが使われているかが分かります。さらに USB が使われている場合は USB アクティブになったりします。で、ここが壊れているとこれを押してもインジケーターがつかないということで、何か接続したものが動かないというような時の切り分けに使えるということになります。当然ですね、このボタンを2回押します。2回押すとこのように LED ライトがつきます。これ V トーチというもので、 V マウント部分をこのようにうっすらうっすら照らすことができます。このことによって暗闇での使用をすることができるわけですね。さらにですね、このバッテリー、D タップをこちらに1つ持ってます。さらにこちらにも持ってまして、 USB も持ってます。で、この D タップ、こちらの青い D タップはD タップチャージャーというものがあります。よいしょ、こちらですね。このチャージャーを使って、このようにですね、充電することができます。これも一つの魅力になっているかと思います。まだまだ開発の途中です。ですけれども、コンセプト展示ということで今回、お出ししてます。もうちょっと先に、デリバリーは先になりますが、期待してください。よろしくお願いします。以上です。